どうも、アクアライダーです。先ほどまでね、動画撮影してたんですけど、充電が切れたのか、録画開始ボタン押してなかったのどっちかわかんないので、よいしょ、よいしょ。どっちかわかんないんで、とりあえずまた撮影します。今からね、ガソリンスタンドまで行きます。で、バイクが変わればね、そりゃ、バイク変わればあれですよ、あれ、なんですっけ、雑談ツーリング。で、雑談しながら、給油するっていう動画、あれなぜか伸びたので、あれを撮影しに行きます。もうね、だいぶ慣れてきました。楽しい。むっちゃ速いんでね、結構ね、本当になんか一速でずっと走ってる感覚、まあオートマだからそうなんですけど、本当にね、怖いですね。だから、なんていうかな、勝手にスピード出ちゃう。知らん間にスピード出ちゃう。っていう感じ。こっちいいのかな？いいね。ひねってなんぼの世界ですね。あ、ちょっと進むのとかはこれスクーターだとちょっとまだ僕慣れてないんで難しいですね。ちょっと進むっていうのができない。こう見通し悪いところとか、ちょっとこうやって進むときにどれくらいひねったらいいのかっていうのがまだ感覚としてつかめないから。わからん、難しい。さすが大先輩、大先輩、先輩、先輩、ああ先輩、先輩待って、 PCX だけど先輩待って、早いな、やっぱ慣れてるな。で、今からコスモ石油に給油しに行きます。ああの人右行っちゃった。ここでいいのかな、ここだよね。いやー面白いスクーターけど怖い。あのね、カーブのコツはね、リアブレーキをスロットル開けながらリアブレーキを操作するっていうことですね。サブ機 SD カード終了。あーマジか、まあ仕方がないということでこっち入ります。あの人もバイク乗りだ。ここでいっか、たっけえな、161円か。わっとっとっと、危ねえ。スクーターで立ちこけすることってあるんですかね、ちょっとよくわかんないですけど。で、エンジンを切って、とりあえず、センタースタンドの方がいいのかな。センタースタンドを、よいしょ。よいしょ。はい、センタースタンド立てて。やった、2円引きだ。現金。どれぐらい入るんだろう、ちょっとわかんない。1000円しかないや。1000でいいや。どんぐらい入るんだろう、1000円じゃ足りんかな。6リッター入りゃいいだろ。で、とりあえずこれを、このキーを左にカチッてひねるとこれが開く。で、収納結構あるでしょ。静電気除去シートつけて、これを開けて、これどうやって開けるんだろう。あ、どうやって開けるのこれ。あ、あ、へえ。で、突っ込んで、あ、やべえ、こぼしちゃった。あ、早っ。うわ、なにこれ。え、あ、なんで、なんで、穴開いてるこれ。穴開いてんじゃん、これ。おう。うわ、全然入ってんじゃん。あ、待って、少な。嘘、待って、これ。なんで穴開いてんの、なんで横から溢れてくんの。うわ、やべえ、溢れた。え、嘘。なんで穴開いてんのマジで。そういうもん。ちょ、溢れすぎた。怖い怖い怖い。ちょっと溢れすぎ。4リッターしか入んなかったし。ちょ待って。まあ、気化するからいいんですけど。そんなことある ?700 円。あ、ちょうど700円だ。やった。300円。で、これを左に切った状態で、押しながらキーを回すとハンドルロックかかります。そのまま回すとシートが開くっていう仕組みになってます。はい、ということで出発。あ、そうだ、ブレーキ握りながらですね。よっと、満タンですね。タンク容量どんぐらいなんだろう。めっちゃ少ない気がする。ほら、いけー。うわー、ここの段差毎回やらかすな。
マジでこんな感じなんですよ。今のフルの加速なんですけど、一瞬っていうのはちょっと誇張しすぎた。60キロまですぐ行っちゃうんですよね。まあいいですけど、楽しくてただつまんない。やっぱね、ミッションマニュアルのね、あのクラッチの操作が、好きなんですよね僕。ということで雑談ですね。いいなバイク、やっぱスクーターよりマニュアルバイクがいいな。今からまたフル加速したいと思うんですけど、フル加速なんかね、加速してる感がないんですよね。なんでなんですかね。あ、ちょっと無理そうですね。車が多い。車が手前じゃなかった。よし、行くぞ。これがフルなんですよね。もうすぐさ、こうやって制限今50キロですけど、すぐ出ちゃうんですよね。なんかね、スクーター乗ってやっぱ、まあ、最初は楽しかったんですけど、なんか楽しさがね薄れてきた。もうなんかやっぱ最初は新しいバイクだって感じで乗ってたのが楽しかった。まあ、加速、そうよね、なんかなーって感じです。今日会社説明会行ったっていう話をねさっきしたんですけど、動画なってますかね。まあ、そのさっきね仕事で会社説明会行ったんですけど、まあ、会社説明会ね、僕が17歳ってことみんな、まあ、わかんない、初見殺しじゃないですか、はっきり言って。自分で言うのもあれですけど、見た目がスーツなんでね、結構みんなね、まあ、わかんないわけですよ。で、まあ、自己紹介の時にね、まあ、経歴とか言うじゃないですか。ね、そんな時になんか、ね、顰蹙買っちゃうじゃないですけど、なんかちょっとあれじゃないですか。どうしようかな。ここで入っとくか。で、まあ、会社説明会でね、その先輩の社員さんの方に話を伺うみたいなコーナーがあったんですけど、その、まあ、各テーブルごとでね、そうやって、まあ、テーブルディスカッション的なことをしてねって言われたんですけど、なんかその一緒に説明会に来てた方が僕の方に興味を持たれたらしくて、で、まあ、ちょっとね、僕もなんで行ったかっていうと、まあね、バイトで行きなさいみたいな感じに、反強制じゃないですけど、まあ、あ、こういうのあるけどって言って、行かないみたいな感じ聞かれて、どうしようかなって思ったん、まあ、迷ったのは事実ですから、まあね、行くことになったんですけど、それはね、中卒でいきなり会社立ち上げた気違いおるわっつったら、そりゃそっちの話の方が気になるわな。特に用はないけど、シードに行こう。特に用はないけど。高っ、嘘、169円、は、高くね。いや違う、それはそうだ、159円。あ、びっくりした。待って、車、バイク誰もいなかった。あ、悲しい。車はいたけど、よいしょ、こいつは来ると。よし、ここで曲がりたいんだが、曲がりたいんだが、失礼。じゃあ静かすぎて僕の喋ってる声が丸木声っていうさ、よいしょ取り回しが楽すぎる。でセンタースタンドをルアーして、よいしょ、よし。